オーレック SP851。 一足で走行しない時の対処方法です。全身一足、または後身一足に入れた状態で走行しない。全身二足や後身二足では走行する、または負荷がかかると走行しない。このような場合はハンドル右側から出ている変速ワイヤーとミッション側面の変速アームの確認を行います。どちらもワイヤーに青色のマークがあります。一足に入れた状態でこのようにハンドル右の変速ワイヤーを手で引き上げても、ミッション側面の変速アームが動かない状態であれば変速ワイヤーの調整が必要です。必要な工具は10ミリのスパナを2本です。まずエンジンを始動させ、変速レバーを全身2速に入れてください。シュクラッチレバーを握って少しだけ前進させ、この状態でエンジンを停止します。次に青色のマークのついたワイヤーを固定している2つのナットを緩め、ナットを前方に移動させて固定します。ワイヤーを固定した後、ワイヤーを引き上げても変速アームが動かないことを確認してください。続いてエンジンを始動させ、全身一速に入れてください。シュクラッチレバーを握って少しだけ前進させ、この状態でエンジンを停止します。このようにハンドルのワイヤー接続部に 2,3 ミリの遊びがある状態になりましたら調整は完了です。最後にすべての変速位置で正常に走行することを確認してください。以上の調整が難しい場合はご購入いただいた販売代理店様までお問い合わせください。